こんにちは、あやチャンネルのまみです。ただいまルビーとアクアが、ロープの取り合いをしている最中です。基本的に、ロープは、ルビーの大好きなおもちゃなんですが、先ほどアクアがちょっとした隙にルビーから奪ったんですね。ルビーは怒っております。でもまあいい運動にはなるけどね。アクアは走るの早いから、そのアクアにこう追いついてこう走っていかないといけないからね。さあどっちが勝つかな、取り返せるかな。ルビーさん頑張れ。取られたら取り返す、それがルビーのやり方だよね。ルビーは結構ね、物に執着心がすごくあるので、自分のものを取られるとすごく怒ります。今はまだ切れてないですけどね、よくねルビーは切れるんですね。もう切れる容器ルビーって感じなくらいよく切れます。さあどうでしょう、アクは取られるかルビーに。さあどっちが勝つかな。頑張れ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 。さあどっちかがもう諦めた方が負けだね。長い間ずっとこう一つのロープをつかみ合っておりますが、おルビーが勝ちました。やっぱりルビーですね。よかったねルビー、ルビーの勝利です。あやチャンネル元保護犬たちとの、日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.